自己紹介なんですけれども、まあ、僕の名前日野熊優太と言いますと。で、趣味はアニメ見ることと、漫画を見ることと、あとプログラミングですと。で、まあ、プログラミングはまあ仕事でもやってるんですけど、結構趣味と仕事は分ける派なので分けていて、昔から最近にかけてやってるところとしては、まあ、リスプの処理系実装したりとか、 Python を魔改造して Python じゃないような言語にしたりとか、あと 16×16 のスライドパズルを解いたりとか、あと自動ビブライブラリを自分で実装してみたりとか、あとなんか背景差分ライブラリオープンソースで転がってたんですけど、すごい遅かったんで、オーダーレベルで高速化したりとかやってます。下 GitHub 貼ってあるんで、なんか興味がある方は、これのなんか 10% ぐらい乗っかってるんで、見てください。ですと。で、まあちょっと続きなんですけど、出身としては沖縄で、沖縄工業高等専門学校に行って、でそこの専攻科ってところに進んだんですけれども、そこを、まあ、ちょっとアベジャにインターン来て、すごい楽しかったんで、辞めて、アベジャに入社しました。で、今あの、23歳なんですけど、社会人3年目です。今月で3年目になりました。で、今、社内ではですね、主にあの新しい画像解析システムの開発なんで、まあ、基本的には研究職っていうところで、まあ、ディープラーニングとかを使いながら、そのディープラーニングを、まあ、画像解析にどう役立っていくかとか、まあ、あとはそこを運用とかまでちょっと見た研究みたいなところっていうのをやってますと。で、ちょっとあの僕がやってる研究ですね、画像がですね、あんまりお出しできなくてちょっと悲しかったので、少し前までやってたデジタルサイネージっていうものなんですけど、まあ、こういうのをちょっとウェブとかにも取り上げられたりとか、結構サイコパスってなんか1万人ぐらい人が来て、駅の中で1万人来てすごい大変なことになった案件だったんですけど、っていうのをちょっと貼ってみましたっていう話です。で、ここまでが、僕の自己紹介でしたと。で、突然なんですけれども、皆さんに今からロリパズル解いてもらいたいなと思っていて、これ実際はちょっとアイスブレイクみたいな感じで最初の発表だったんで、アイスブレイクしてみようかなと思ったんですけど、なんで皆さん、あのさっき自己組織化したい、まあ、3から4人ぐらいのグループにちょっとこう円にぐるってなってほしいなって思います。僕一人だよっていう人は手挙げてくれください。一人でもいいよっていう人は一人でも。4人、ここじゃなければ全然大丈夫です。皆さん大丈夫ですか？3人固まってますか？大丈夫ですか？はい、僕が逆に1人ですね。カメラがない。じゃあ大丈夫です。じゃあ始めます。で、問題はですね、4問ありますと。で、3問目まではもしかしたら知ってる人もいるかもしれないです。知ってる人はですね、こう温かい目でですね、他の人がディスカッションしてる風景を3問目までは見といてください。で、4問目は僕はまだ知ってる人を見たことないので、もし知ってる人がいたらそれも温かい目で見てやってください。ですと。じゃあ始めますと。まず、まあ、ロリパズルなんですけど、定義から始めますと。まあ、結構よくある問題設定だと思うんですけど、まあ、まず質問っていうものを定義するんですけど、質問っていうのはここの問題の中では、イエスかノーかではっきり答えられるオープンなクエスチョン。あ、オープンじゃない、すみません。クローズなクエスチョンとしますと。で、停止っていうのは、どんな質問です。どんな質問にも正しい答えを返すことができるものです。で、悪魔っていうものはどのような質問にも間違えた答えっていうものを返すものです。まあ、これが定義です。で、じゃあまず問題1です。問題1はジャブなんで、皆さん深く考えないでくださいね。深く考えると結構答えられないこと多いんですけど、深く考えないでくださいね。まず1問目、天使と悪魔を見分けること。1人なんか誰かがいたとして、同じ見た目ですよ。で、1個質問して、天使と悪魔っていうのをどうやったら見分けることができますかっていうのをちょっと考えてみてください。2分、まあ2分もいらないかなと思うんですけど、ちょっとみんなで話し合って考えてみてください。で、1グループ僕は適当に当てて答え聞くんで、ちょっと話してください。皆さん多分ですけど、結構2問目、ここで2問目の答えが出ちゃうんですよ。けど、簡単に考えてください。簡単に、あと1分です。
東京2です。2ですか。これは外です。分かんない、これどっちかすぎる。じゃあそろそろいいですかね。じゃあ答えなんとなくでもいいんですけど、分かりましたっていうところありますか。じゃあどっちがいいかな。なんかあっち最後の問題とかも答えてくるかもしれないんで、こっちで。まあまあ舐められてる。いやあっち、あの3問目まで知ってるやつがいるんですよ。はい、彼は、まあ、ノータッチ。あ、ノータッチ。じゃあそっちで先にあげたんで。せっかくな。じゃあオタグロ。1たす1は2ですかって聞いて。その通りです。そうです。まあ大体の質問です。もう世の中に溢れてる、ごめんねタグロ被せちゃって。大体の質問。1たす1は2ですかとか、まあなんか雨の日に今日は雨ですかとか聞いたら、まあ天使はあの正しい答え言ってくれるし、悪魔は間違った答え言ってくれますと。でまあこれまあジャブなんでこんな感じですと。で次2問目、ちょっとひねるんですけど、天使と悪魔の両方が同じ答えをする質問は何ですかっていう話なんですけども、なんかさっき僕答えがちょっと聞こえたので、一応なんかでも1分ぐらい考えておいてください。なんか次の問題どういう問題来るぞみたいなところを話してもいいんですけど、なんか1分ぐらいちょっと考えてください。あでもえでみんな全員みんななんかもしかして全グループ分かってるとかってありますか。分かってる。じゃあそこは次どういう問題来るかなっていうのをちょっと考えてください。じゃあ分からないところだけ1分で。授業を取られました。遊戯王の、あ、そうそうそう、でももう一個、そうだから3問目がもしかしたら知ってるかもしれない。あ、これでも取れましたか。でも2問目のこれをちょっと一番おしゃれだな。どうですか。そんなもん弱いですよ、これな。これは変わらないですか。僕も変わらない。いいかな、いいですかね、いいですかね、どうですか。分かったところ、分かったところ、じゃあ大丈夫ですか。じゃあこっちにお願いします。はい、あなたは悪魔ですか。その通り。でこう自己言及させる問題、一般化すると自己言及させる問題で、あなたについて問う、相手について問う。そうするとどうなるかっていうと、天使だった場合っていうのはあなたは悪魔ですかっていう問題、さっきちょっとこっちとは違うんですけど、あなたは悪魔ですかっていう問題に対して、天使っていうのは、まあ、自分は悪魔じゃないんでいいえと答えますと。で悪魔はどう答えるかっていうと、あなたは悪魔ですかっていう問題に対して、本当ならばはいでけれども悪魔なのでいいえと答えるので、両方ともいいえとして答えるということで、こうなんとこの天使と悪魔に同じ答えをさせることができましたっていうのがこの2問目の意味です。じゃあ次3問目なんですけど、こっからが本番ですと。こっから問題文が長くなるんで、ちょっと心しておいてください。3問目これです。で、あなたは門の前にいますと。でそれぞれの門は片方が天国、もう一方は地獄ですと。で門の前には2人男が立っています。見た目同じです、見た目同じですよ。その2人っていうのは各々天使か悪魔なので、どっちかは本当のことを言って、どっちかは嘘のことしか言いませんと。で2人のどちらか一方にただ1回だけ質問することで、必ず、あ、すいません、天使の門って書いてあるんですけど、すいません、これ天国の門ですね。天国の門にたどり着くような質問を考えてください。でちょっと分かりづらかったんで、ひどい図ではありますけれども、ちょっと図紙をしてみました。でこの図紙と、あと注意事項としては、質問の中に結構プログラマーの人にお願いするとですね、条件分岐を入れてきて、もし何々ならばみたいな、いややめてください、もし何々ならばって、悪魔ってもしに対してどう挙動、もうねダメです、なんかエラーを起こして死にます、例外入って死にますです。あと結構やってくるのも、やっぱり質問の中にいろいろ演算とか挟んでくるんですけど、割と XO を使うとですね、意外と簡単に解けちゃうのですね、それはもう含まないでくださいと。であと
これです。結構ドラえもんの教科書とかで昔見たことあるかもしれないんですけど、天使だからといって天国から来たとか、悪魔だからといって地獄から来たみたいな勝手な仮定がついてるような問題が稀に あるんですけれども、そういう仮定はないので勝手にくっつけないでくださいっていうのを加味してこの問題を解いてください。6分でお願いします。これって別に天国の門が右左とかそういう問題じゃなくても、天使だろうが悪魔だろうが任意の問題に対して正しい答えを得ることができるっていうのがこの問題でのこう得たい知識であったっていうことですね。なのでさっきの問題っていうのは、そのあなたはっていうのを多分隣の人はっていうもので逆転してるっていうと考えるだけなので、自己言及してるのと同値になると思いますと僕は感じましたですと。で次が最後の問題なんですけれども、定義として、じゃあ最後のもう一個定義がくっつきます。最後の問題に関して、ここまで知ってた人も最後の問題きっと知らないんじゃないかなと思うんですけど、全ての質問に対してランダムに答えます。人間は僕らではありません。全て何も知らないです。もう今日 1+1 は2ですかって聞いたら、はいとも答えますし、いいえとも答えます。そういうなんか謎の存在が人間です。では問題4です。さっき、まあ、ここまでは一緒です。で次に門の前に3人男が立っていますと。でもう皆さんもう分かってるとは思うんですけれども、おのおのっていうのは天使悪魔人間ですと。でその天使悪魔人間、その3人のどれかに一度だとですね、さすがに無理なんですよね。最初に人間に当たっちゃったらニッチもサッチもいかないので、どうにもならないので、2回質問することによって必ず天国の門にたどり着く質問の2つのペアを考えてください。この2つの質問で注意事項と図紙なんですけど、これですですと。で注意事項なんですけど、ここまでは一緒ですと。ここまでは一緒です。あともう1個は質問、1個の質問というのは1人から答えは得られませんけれども、1個目の質問と2個目の質問っていうのは、例えばこの人とこの人みたいな A さん B さんに対して別々の人に1個目の質問と2個目の質問を全然ぶつけても問題ないですっていう問題ですって感じで、時間はちょっと残り時間全部っていうところなんですけれども、あとじゃあしずみさん何分やりたいですか。じゃああと6分かな、6分でお願いします。ちょっと多分さっき参加できなかった人も参加できるようになってると思うので、ぜひ参加していただけると嬉しいかなと思います。一人一人に2回質問投げちゃったら人間になったらダメだから、確実に2人に質問しなきゃいけない。質問だったら随時お願いします。ですかって聞いたら、はいって悪魔ははいだし、天使はいいだし、人気はランダムだから情報量が増えないですね。でこれ自己言及は悪魔の天使に自己言及してもらえないですね。だから団体でも無理ない、大事な質問に人間あぶり出せないから書いてもいいの、まださっきみたいに一問聞く質問を多分書いたので、何かを聞いて確実に一人に聞いただけじゃ確実にこうだって言えるようなものは得られないわけですよ。同じ質問を使いにしないと、さっきの質問天使から来る前にはどっちから、じゃあヒントを1個、もう皆さんも分かってるとは思うんですけれども、もう悪魔が天使に当たれば僕らは勝ちなんですよ。なんでこう2度目の質問で天使か悪魔に当たりたいっていうのが、まあ、1個目のヒントです。あ、ちなみにヒント全体に3つあります。あ、すいません、会話ぶった切っちゃって。人間に当たっちゃったことないでしょうか。ランダムに答えちゃう可能性があるんで、だから僕らが見て天使か悪魔に振る舞ってるイメージしてるっていうのは、
もしかしたら3日とかで場合になるのは、じゃないかどうか。そうなると、その人が3日、その人が何で2人か分かりませんじゃん。0分の1で出るか分かんないから、A が天使で B が人間だったら、A の人に B の人は何で2人か分かりますか。はい、3人の人はお互いこの人が天使か悪魔かって知ってますか。知って、天使はなんで、例えば天使にある人を指してこの人は人間ですかと聞いたときに、はいはい、その人が人間だったらはいと答えますし、違ったらいいと答えます。なのでもう知ってます。まあ全知全能なんで。でも人間は何も知らないです。人間を指してこの人が次の質問に対して 何と答えるか分かりますか。分かります。分かります。あ、何て答えますか。イエスと答えますか。そうそう、人間一発目に当たっちゃうとダメな気がする。でも全知全能ってことは未来に思考方法未来が見える。ヒント一応2つ目、あの聞きな、もう知ってるよって方は聞き流していればいいですけれども、1個目の質問で人間を検出する必要がなくて、2回目の質問で天使と悪魔に当たることが重要です。もう1回言います。1回目の質問で 人を誰か人かっていうのを検出するのことは重要じゃなくて、2回目に天使と悪魔に質問するっていうことが重要です。以上です。人間に最初に質問したのか、人間以外に質問したのか、人間だったら他の人に無意識だと思うし、一定の確認で写真映えのしない、そろそろ残り時間1分なんですけれども、最後のヒントなんですけれども、袋の中に赤、白、黄色のボールが3つ入ったときに、最初に出た球が青だったときっていうのは、中に入っているのはボールっていうのは赤、白だけですっていうのが最後のヒントです。白、黄色のボールが袋に入っていて、黄色1個引いて黄色のボールが出てきたときには袋の中には赤と白のボールしか入っていませんっていうのが最後のヒントです。じゃあ時間なのでですね、そろそろ終わらせていただきたいと思うんですけれども、ですね、解けたところあります？ですよね。まあ僕もそうかなと思ってたんで答えは書いてません。皆さん、まだ答えはあの明かさないので、この本当に聞きたい、もうダメ、あのもう夜眠れないみたいな、これ僕どうやって、なんでググったら答えが出てくるかも僕知らないんで、あの聞きたい人は僕にこの後の懇親会でこうひっそりとあの聞いてください。また懇親会の頭かなんかでもしかしたら発表するかもしれないです。スライドは一応作ってありますです。以上です。皆さん本当ちゃんと考えてくれてありがとうございました。